はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日もですね、夏美の筋トレ講座を始めたいと思います。今回は腹筋ですか？今回もお腹に腹筋に効くトレーニングなんですけど、はい、家でも外でも気軽にできるということで。そうですね、はい、レジャーシートと今回は肘をこのようにですねつきますので、肘がこう硬いところだと痛くなっちゃうので、できればこういったクッションがあるといいと思います。肘の下に引いていってもらって、はい、一般的にプランクっていうトレーニングなんですけど、名前がですね、腹筋プライク、プランクです。プランク、プランク、プランクです、はい、すごく簡単でよく効くトレーニングなのでやってみます。お腹を引き締める効果があるってことですね。じゃあお願いします。お尻とかこう太ももにも結構全身に効くトレーニングだと思います。一番効くのはお腹なんですけど、腹筋ですけど、はい、はい、お願いします。このようにですね、クッションを引いた上に腕をこのように、そうですね、肩幅ぐらいにこう広げて、私はグーで置くんですけど、であと足の方はこのように伸ばします。こういう風になったり、こうやって反らしたりとかですね、背中を、背中を丸くなったり反らしたりとかせずに、なるべく垂直で、で顔はちょっと名前の方を向いてもらって、あまりこうした人をこういう風に丸く見ないで、まっすぐを心がけるってことですね。まっすぐ顔は、はい、でこの状態でできる方は30秒ですね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、ありがとうございます。これは何セットぐらいやるといいですか？これはですね、結構簡単なんですけど、最初はきついので、そうですね、10秒ぐらいから始めて、ね、10秒を1日に3回ぐらいから始めていいと思います、はい、でだんだんできるようになってくれば、またもう10秒、20秒やって、でまたできるようになったらもう10秒増やして30秒、30秒でも結構きついので、また最終的に30秒を1日3回とかやると、それを毎日続ければ腹筋に効くと思います。ありがとうございました。では今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。